はい、皆さんご一緒に、おはのはのです。今日もフォートナイトをしていきます。ということで今日はスイッチのコントローラー迷子さんへです。本日はハノが実際に使って良かったコントローラーを3つご紹介します。たくさんコントローラーを使ったので全部は伝えられないんですけど、おすすめの3つをランキング形式で紹介します。で、私はジャイロが使えないので、ジャイロ使う勢の方はよく調べてみてください。で、本当はね、ゲームをやってる環境をお見せしたかったんですけど、普段から言ってる通り段ボールの上にいろいろ積み重ねてゲームをしてるので、ちょっと見せられない状況なのでイラストで察してください。で、段ボールの上に基本的にテレビとノート PC、 他にキャプチャーボードをつないでやってたりとかするので、それを置いて、で、座椅子でやっていて、一応ゲーミング座椅子を使っています。で、でもなんかゲーミング座椅子の上であぐら出したりなんか体育座りしたりしてるので、なんかあんまり意味なかったのかなっていう気持ちにはちょっとなります。で、スイッチはグレーのスイッチを使っていて、実はこれ2台目なんですよ。で、1台目はなんか引っ越しの時にどっかに消えちゃいました。残念。そういう時もあります。で、そう、基本的に配信するのでテレビをつないでしかスイッチは使ってません。ということでプロコンの紹介をしていきます。第3位、 HG ワイヤレスバトルパッドターボプロ SW ブラックです。で、これは背面ボタンがついていて、スティックも重すぎず軽すぎずちょうどいいものでした。これは1回リピートしています。あと個人的には真ん中がね、色付きでなんかピカピカ光るのがちょっとなーっていう感じはありましたね。で、背面ボタンもついてるんですけど、少し硬くてカチカチっていう感じでした。で、続いて第2位、コンパクト無線コントローラー SW ブラックです。これは ISM イズムさんのコントローラーで、とにかく軽い、小さいので手の小さい方にとてもおすすめです。で、ボタンも軽くて押しやすいし、背面もなんか滑らかに動く感じなので、とても使いやすいかったです。ただ少し壊れやすいのが気になりました。でも PC にもつなげるので、外でやるときとか実家帰るときとかはこのコントローラーを持って帰ってやったりとかしてます。おすすめです。で、最後に第1位、任天堂スイッチプロコントローラー。やっぱ結局純正が一番いいよねっていう話なんですよ。いろいろ純正を買う前に純正じゃないコントローラーを試したんですけど、結局ボタンの押しやすさ、耐久性とか、あと修理依頼した時の対応もやっぱ素敵で、やっぱ全てにおいて純正品はさすがだなと思いました。ただ私的に残念なポイントは背面ボタンがないこと、それにつきます。で、私みたいに背面ボタンがないと戦えないよ、ボタン足りないよっていう人にはこちらがおすすめです。サイバーコントローラーマクロアダプタースイッチ用、これスイッチのプロコンにつけられる背面ボタンって私これぐらいしか見たことなくて、いっぱい探したんですけど、あんまりいいのが見つからず、これを使ってます。配信とか見てる人で、私のスイッチのから聞こえるカチカチっていう音は全部背面のこの音です。で、カチカチっていう触り心地で、ボタンはちょっとピヨンって飛び出てるので押しやすいです。押し間違いはなので少ないと思います。でも設定がちょっと難しいのと、たまに接続が外れてしまうことがあるのが難点ですね。多分メンテナンスしてれば接続が外れることはあんまりないかなと思います。で、さらに欲張りさんがね、世の中においてエイム良くしたい、ちょっとでも当たるように頑張りたいっていう方は、エイムリングとフリークを試してみてください。なんかそう、使い心地に諸説はありますが、私は使いやすくて使っています。で、まずエイムリングから
スイッチのプロコントローラーコントローラー用 FPS アシストリングブラックです。どれエイムリングどれ買えばいいんだよっていう人は、とにかくいろんな硬さの試せるパックを買えばいいと思います。とにかくいろんな硬さ種類が選べるものを買った方がいいです。でノンさんは固めの方が好きだし、私は柔らかめの方が好きなので、本当にこれに関しては人によります。なので種類の多いものを試して、たくさん試してみるのがいいと思います。でこのエンブリングは私が最終的に行き着いたやつです。これのイージーっていう一番薄い軽くなるやつを使ってます。でこの次にフリークです。フリークはなんかスティックに高さを出して、より細かい動きが細かい操作ができるようになるものです。で私が使ってたのがアローンの ALGNSPAK 任天堂スイッチプロコン用アシストセットブラックです。これがスティックをカバーするタイプのもので、低い方を R スティックにつけてました。なんかね、個人的にこのポコポコの凹凸が気になったので、凹凸部分は最終的にカッターで切り落として、凹凸がない状態にして、真ん中がへこんでるというものにして、で特に凹凸がなくてもゴム製で滑ることもなくて安定して使えていました。であと今使ってるのがコントロールフリーク FPS フリークギャラクシー4ニンテンドースイッチプロコントローラーっていうやつなんですけど、これは超有名ギャラクシーって呼ばれるフリークを使ってます。なんかこれはみんなが使うのとても分かりました。滑らないし高さちょうどいいし、これも低い方を使って R スティックにはめてるんですけど、滑らないし高さないし削る必要ないし削ってたのは私のせいだけど、でも本当に私はこれが一番好きです。でフリークに関しても好みがあるので、なんか最初買うときは高さを選べるものいっぱい入ってるのを買ってみて、どのくらいの高さが必要かを確かめてみるのが大事かなって思いました。ということで本日はスイッチのコントローラー迷子さんへということで、私のスイッチとその周辺機器についてお話をしました。もしわからないことがあったら聞いてください。ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。これからもどんどん動画上げていくので楽しみにしていてください。それでは、バイバーイ。